はい。今回ですね、ちょっと数字が明らかになったんですけど、あ、そうそう、これね、ホームページ側で見るとちょっと面白いことになってて、 これ楽天トラベルのホームページがあるんですけど、このホームページもね、いい加減このデザインどうにかならないのかなと思うんですけど、もうね、デザイン的にちょっとね、古いというかガチャガチャなんですが、まあそれはいいとしまして、このページの下のとこにですね、楽天トラベルの宿泊数とか施設数が発表になってるんだけど、これ見てね、皆さん気づきましたかねこれ先月ですね、デザインがリニューアルしまして、ここがね、でっかくなって、この上に出るという表示に変わったんですね。ところがほとんど今月になって、なぜか元に戻っているんですね。で、これが、 であのこちらですよ、えー、こんな感じになってたんですね。 こういう感じの綺麗な表示だったのが、またね、このテキストベースに戻っていてですね、この1ヶ月が何があったのかなって気がするんですけど、また1月の終わり、2月になった時に元に戻るのかどうなのかね、またちょっと注目したいなと思ってるんですが、というですね、楽天トラベルの宿泊数を見ていきますと、今回676万泊という数字が出まして、なんとですね、また2回目の赤となりましたということなんですね。まあ、昨年同月比と比べてマイナスになったということなんですけど、しかもですね、これあの、733万泊で 11月の数字からマイナスになっているわけなんですけど、だいたい過去を振り返ってみますと、11月に比べて12月の方がだいたいマイナスになるって傾向があるんですね。まあ、ちょっとここは置いといて、ここもマイナスになってて、マイナスになって、これプラスになってるんですけど、なので、まあ、マイナスになったとしても、大体これだと1割ぐらいは減らないので、 まあ700、そうですね。まあ、1割引いてるといえば引いてるのかな。なんだけど、ちょっとね、ここのマイナスが気になるということ。まあ、先月あ、昨年の、ね、同月が良かったというね、718か730で増えているので、まあ、ここが良かったって考えればいいのかもしれないんですけど、まあ、トータルで見るとですね、555から順調にここの間置いといてですね、この例の期間置いといて、 まあ、あのいい数字かなという気はするんですが、ただちょっとね、あのマイナスが2つ出てきたのは気になるところでありますけど、まあ、経済的にはね、だいぶ戻ってきているので、まあ、あのこの、まあ、てうかな、この反動が来たと思ってもらって、特に気にしなくてもいいのかなという気がしています。